吉谷さん、今まで私も8年間こうやって活動してきました。吉谷さんは、まあ、根っこから数えれば15年ぐらいかと思いますし、それから今のような形になってね、まあ、4年前後かなと思いますけども、まあ、本当にこうやって振り返ってみると、吉谷さんと一緒にね、振り返ってみると、ほぼほとんどの方が去っていきましたね。私たちはその数年前と同じことをしているんですが、まあ世の中は変化するというか、人は去っていきますね、うん、でどんなに大切に思っていた人も、まあどんなにね邪魔くさいなと思っていた人も結局去っていくんですよ。私たちは毎日動画を作る、それだけなんですけども、まあ作る中でね、3年前とは違った考えになったものもあるし、5年前とは意見が変わったものもありますし、私たちは時代の変化に合わせて自分の頭の中にある情報も柔軟に変えてきたと思います。意見の対立があった時は、まあ、そういった考えもあるかもなと考えることもあれば、まあそれには結論が出てるから次行こう次みたいな感じで通り過ぎることもあります。とにかく一つの事実として、私たちはお金の問題解決、ビジネスの追求って言ってみれば、結果的に豊かになれるかどうか、億万長者になれる人はいるかどうかってことを問いかけながら、実際にこの動画のやり取りをしてますけども、これいつもねオチで使うんですけども、結局億万長者になったのって、まあ、私たちだけなんですよね、うん、このシリーズを始める前にも当然、まあ、一通りの富は築いていたんですが、この動画のやり取りを始める中でね、続ける中で結局その富が倍増しただけで、で経験やそれから経験値も上がってきましたよね、うん、いろんな稼ぎ方を知ることができましたし、それをやってみてダメなもの、やってみてうまくいくもの、いろいろありましたけども、うん、結局ビジネスやお金の問題解決の経験値は圧倒的に上がって、まあ、吉田さんもね1年で1億円以上売る人を作ったりとかね、うん、サラリーマンでありながらブックメーカーかなんかで圧倒的な月収500万とかね1000万とか作る人も出てきたりとか、うん、全てはその動画に記録として事実として残っているということがあります。まあ、私も最近は生活保護の方をね一気に稼がす、生活保護の受給額以上にそれを持っていくことができたりとかして、ああ誰かの役に立ってるなというところでございます。もちろんねお金の問題解決をする中で私たち自身も稼いでいかなければなりませんから、視聴者さんからお金をいただくことは、まあ、これは主にあるわけですよね。視聴者さんからお金をいただく、YouTube の広告収入っていうのも結局は視聴者さんから間接的にいただいているということで、全ては視聴者さんからいただいてるんですよね。まあ、その中でどんな形であるね、視聴された方、コメントされた方、いいねとかバッとつけられた方もおそらく私たちの利益に、まあ、組みしていることは組みしてるんじゃないかなと思います。ただやっぱり直接的に私たちの商品販売してるもの、まあ、速稼塾なりドリームアカデミアなり、ドリームアカデミアの派生商品なりね、買っていただく方、相当だから信頼してくださった方なんじゃないかなと思うんですよ。そしてこれはね、よく、まあ、究極論といいますかね、私たちみたいに情報発信をしている人がよく突きつけられる課題で、これも結果が出てるんで、もしかしたら違うよって意見もあるかもしれませんけども、こう思うんですよね。やっぱり私たちの限られた時間を誰に捧げるべきか、それはアンチコメントを向ける人なのか、自分を信じてくれてる人なのか、信じてくれてない人なのか、そういうふうに色分けをした時に、敵対する人に一生懸命ね何かこう時間を使って労力を使って、自分のことを信じてくれてる人、信頼してくれてる人、自分にお金を払い続けてる人のことを後回しにするのか、それともお金を払い続けて私たちの商品を買ってくれる方、そして私たちを信じて次もやってみよう次もやってみようっていうふうに前向きな方に私たちは優先的に時間を向けるのか、ね、これはどっちなんでしょうね。もちろんいろんな意見があると思います。いやいや、お金をくれてない人、自分に敵対する人にもちゃんと時間をかけていくって人は立派だと思います。相当余裕があればそれをやってもいいと思いますけども、その自分に敵対する人に何かエネルギーをかけてる間に、自分に
味方してくれる人、身内みたいな人にかける時間っていうのは取れないです、同時にはね、うん、じゃあそれは本当にいいことなのかなっていうふうに考えた時に、いやいやいいんだよと、自分を信頼してくれてる人とか自分にお金を払ってくれる人は後回しにしても、こっちのよく分かんない人とか敵対する人とか信じてくれてない人に労力を向けるのが自分のやり方なんだっていう人は、それはそれでもいいと思うんですよ。じゃあお金を払ってくれた人とか信じてくれた人は何なのってことになっちゃいますけども、そこにはそういうふうな判断をしている人はどんな答えがあるのかなと思いますね、うん、これは私はねありませんね。そんなことは相当余裕がある私でもやらないですね。ただやることがあるとしたら、私はねどのくらいまで腹をくくるかっていうと、私のアンチ、例えばこれがね、あの D さんというね、 D さんという方がいるとしましょう、ね、D さんという方に、ね、D さんいるでしょ大ちゃんですよ、もう名前言いますけども、大ちゃん、私の速稼塾の塾生の大ちゃんって方はね、たまにこの動画にも出てきますけども、むちゃアンチだったんですよね、むちゃくちゃアンチです。でもその分エネルギーがある方だったと思いましたんで、私はその方にね徹底的にね反論しまくって、徹底的に受け止めてあげて、徹底的に共感しまくって、2ヶ月後速稼塾の塾生になりましたね、大ちゃん。そしてその方は稼ぎ続けております。莫大な金額ではないんで、まあ、紹介もしませんし、私は大ちゃんはね、私は元久保さんのアンチだったんで、絶対に表に出ることはありません、うん、っていうことを言われますけども、オフ会には来てましたね懐かしい話で、2年ぐらい前だったかな、オフ会に来てくれて、大ちゃんってのがいてね、うん、本当なんかあれですよね、ガチンコマッチョクラブっていうのがありましたけど、ガチンコファイトクラブか、ガチンコファイトクラブっていうね、元プロボクサーの竹原さんの番組ありましたけども、なんかね竹原さんに食ってかかるような、そのあれですね、生徒さんね、ガチンコマッチョクラブの、クラブ生さんねがいて、最初はこの野郎って向かっていくけど、竹原さんにボーンってスパーリングで乗されて、で心を入れ替えてしっかりと練習したらプロになっちゃったみたいなね、そんな感覚なんじゃないかなと思います。やっぱりね、ことビジネスとかことお金の問題に関しては、今日の時点でいくら残せたかっていうのが自分の通信簿じゃないかなと思うんですよ。ですからいろんな事情はあるでしょう、それぞれね、いろんな言いたいことや思いとかねあると思うんですよ。でもその思いを抱えたまま、今日はどうだったのかなっていうふうに振り返ってみると、全てはね明らかになるのかなと思います、うん、まあでもこれがねお金とかビジネスのチャンネルじゃなかったら、そういうテーマで扱ってないんだって、そういうテーマで話してないんだったら、いやお金はないけどね、俺はもう本当に心正しい人間だよと、お前たちはお金あるかも。